あの HBS が世界各国でゲームバラエティ番組を制作するんだけど、初回の舞台が蓮華市なんですって。それでうちに業務提携を持ちかけてきたの。え？ HBS ってあの HBS？ バラエティ視聴率全米トップのアメリカ大手のテレビ会社じゃん。例のキー独占インタビューがアメリカでも相当話題になったみたい。先方はプロデューサーにあなたをご指名よ。嘘、信じられない。その記念すべき初回ゲストは、ファーレン CEO！？ これでセット。さすがアメリカを代表するテレビ局。ファーレンの出資を受けている会社がこれくらいで驚くな。収録準備に入りますので、 CEO こちらにお願いします。なめられるなよ。よく説得できましたね。 HBS さんのお名前がありましたから。それでなびく人物ではないでしょう。我が社は企画力、交渉力では大手に負けない自信があります。この結果を見せられたらうなずかざるを得ませんね。よーし。実際はそんな甘いものではなかった。私は前に番組出演を承諾してもらうため、見込める利益などを調査しながら資料を作成し、提出しては突き返され、バカと罵られる日々を繰り返した。そして、HBS と交わした交渉期限ギリギリの日。わかった。出演しよう。本当ですか？ありが…後になって気が変わったりとか。俺の言葉はどんな契約書よりも確実だ。元よりこのオファーを受けるつもりだった。この出演がファーレイにとってプラスになるのは火を見るより明らかだ。 HBS のこともこちらで調べた。気になることもあったしな。じゃあなんで？どこまで粘れるか試させてもらった。この経験は必ず他でも役立つはずだ。絶対に番組成功させてやる。あとできれば全がゲームで恥ずかしいところ。あの、大丈夫ですか？はい。事前にご確認いただいていると思いますが、番組はこの建物内から頭脳と体力を使って脱出していただく内容になってます。なんだろう、すごく圧迫感があるというか怖い感じがしますね。今回はセット内には高性能カメラのみ配置され、スタッフは一人もいません。一人も？百聞は一見にしかず。 CEO が準備している間に体験してみませんか？私がですか？流れを把握していた方が何かと安心では。そうですね。この時の感覚が予知だったのか、失われた過去の恐怖だったのかはわからない。ただ一つ確かなのは、その正体から逃れる術はなかったということだ。この世界には特殊な能力、イボルを持つ者がごく少数ながら存在する。これは己が運命に抗い世界と戦う若きイボルバーたちの物語である。星の涙空に散らばって、祈りは届かぬまま消えてゆく。抗える定めに押しつぶされても、繋いだ手は決して離さない。傷だらけの希望を抱いて羽ばたく、果てなき夜を切り裂く鼓動、君を守り続けたい。月明かりの下で
どうぞ中へ。あの、私やっぱり大丈夫ですから、さあ。もう始まったんですか？ちょっと待ってください！ねえ！ここから脱出するってこと？迷子の子供じゃあるまいし。どうしてここに？俺も閉じ込められそうになった。どういうこと？収録は？この番組が放送されることはない。え？オファーを受けるべきじゃなかった。ちょっと待って、全然わからない。話はここを出てからだ。どうした？またこの部屋、この建物、私全部知ってる。お前リボルバーいけるか？全てあの時と同じ。なぜだ？手放しはしない。これからは俺がお前の盾になる。
もういい加減泣きやめよ。美味しいお菓子あげるから。お菓子ね、明日持ってくる。ズン、起きたか。医者を呼んでくる。経過は良好です。一週間後には退院できますよ。そのことで相談があるのですが。まだひどくないって。だがいろいろと検査が必要らしい。少なくとも2週間はここにいるつもりでいろ。そんなに？1週間も眠ってたんだ。我慢しろ。ずっといてくれたの？当たり前だ。こうなったのは俺のせいだからな。あの拉致事件の時、私たち一緒にいたのね。思い出したのか。善のことほんの少しだけ。でもどうして HBS が。ごめんなさい。しばらく眠っていたんだから当然の反応だ。食べながら話そう。フライドチキンが食べ。ダメだ。これ作ってくれたの？わざわざ？いいから早く食べろ。え？食べたくなければいい。食べます食べます。おいしい。善はこれまでの経緯を簡単に話してくれた。17年前、施設から救出された彼はその日から今日に至るまで離れ離れになった私を探しながら犯人の正体を追い続けていた。そして拉致事件の裏にブラックスワンという組織がいたこと、現在は HBS 最大の出資者になっていることを突き止め、さらなる手がかりを得ようと今回の出演の依頼を受けたのだ。つまりこの前の撮影は善の狙いを知ったブラックスワンが罠を仕掛けたってこと？そこが引っかかっている。俺を狙うだけならあそこまで手の込んだ真似をする必要はない。私？それを考えた。だがお前が狙いだったならこうして今会話ができているのはおかしい。じゃあ何のために？17年前を忠実に再現することで奴らは何をしようとした？あの件で何が変わった？あそこで何が起こった？記憶が戻った。力が暴走した。暴走？お前が気を失っている間力の制御が効かなくなった。感情の高ぶりはあったにせよ初めてのことだ。前に同じようになった人を見た。その人も自分に何が起こってるかわからない感じで。それはどういう状況だった？私が殺されかけた。
前は何も考えずゆっくり休め。すべて俺に任せろ。ちょっと待って。いいからおとなしくしておけ。え？会社で HBS に抗議したの？当たり前じゃないですか。大事な社長が怪我させられたんですよ。そうしたらファーレーの CEO が間に入ってきて。CEO が？小企業のうちよりファーレーが交渉した方がいろいろ都合がいいだろうって。しかも最近治安が良くないからってビルに警備員まで配置してくれたの。うん、うん。後で私のタブレット持ってきてくれる？もしもし、キラ？おめでとう、ポテチ姫。今日退院だよね。それが1週間伸びちゃったの。まだ検査残っちゃってるみたいで。そっか。じゃあいっそこの機会にゆっくりしちゃいなよ。今までずっと頑張ってたんだから。そうできればいいんだけど。そうだ、キラにも話しとかなきゃ。前に閉じ込められた時の写真、あれ私が拉致された場所だった。どうして？思い出したの。断片的にだけど。キラ、リハ始まるぞ。あ、もうごめん、行かなきゃ。うん、とりあえず今は安全だから心配しないで。今度直接会って話そう。わかった。絶対無茶しちゃダメだよ。怒りは精神面だけじゃなく健康面にもダメージを与えるらしい。だって2回目よ。ほら見て、今日ベランダに咲いてたんだ。綺麗な桔梗。普通ならこの時期には咲かないよね。ちょうどお見舞いに来る日にだなんて、小さな奇跡発見だ。ごめんなさい、せっかく来てくれたのに。この前だっていろいろ気を使ってくれたのに。一刻も早くブラックスワンの狙いを突き止めたくて。その気持ちは決して揺らがないんだね。むしろ前より強くなってる。ああして閉じ込めることが彼女のためになると。部外者は黙っていてもらおう。いくら逃げようとも真実は向こうから手を伸ばしてきます。決して止めることはできない。あなたの力でも。俺のやり方が気に入らないか？怖いの、すごく。俺に任せておくのがか？そうじゃない。当事者なのに何も知らないままでいることが怖いの。少し外に出よう。綺麗。不安を取り除きたいとき、こうして街を見下ろし、これまで自分が成し遂げてきたことを思い返す。あなたは何不自由なく何でも思い通りにできる。不安なんて無縁だと思ってた。仕事や生活の話じゃない。今俺が不安なのはお前を守れるかどうかだ。17年前、俺はお前に助けられた。今度は俺が守らなければいけなかったのに。事件以外にもう一つ思い出したことがあるの。小さい頃私を事故から助けてくれた子のこと。あなただったのね。確かに私はあなたを助けた。でもそれより前に私はあなたに助けてもらってた。守ってもらってた。お前に慰められるとはな。私のしようとしていることがどれだけ危険なのかは分かっている。きっとあなたに守られていれば危険を感じずに済んだと思う。それでも私はあなたの背中に隠れていたくない。それは私じゃないから。そうだったな。お前はそういう人間だ。だから俺は。
私中身わかるよ。プリン。ほら。どうして？昨日見えた。作ってくれたんだよね。おいしい。今まで食べた中で一番。おいしい。やっぱり一番だ。人を探している。その手がかりを得られる可能性があった。17年もずっと善は私を気にかけてくれてたんだ。始めようとしても不意に心揺れ動き、肝心なところでいつも躊躇ばかりして、冷たい風が運んでくる冬の物悲しさにため息を一つ空に浮かべた。舞を見てきた作曲。イボルバーのことで何かあったのかな。あ、何？私の知らぬ間に傷つけていた人がいたなんて。信じていたことが崩れ去ったとき、強くなる決意を固めたんだ。第8話、404号室。